2023年12月13日、私たちは香港からマカオに向かうべくフェリーターミナルにやってきました。3回チケット売り場があってマカオ行きエコノミー$175買えました。買えました。これでもう出国できる。うん。サクッと。すごい簡単なんだけど。初日はなんかこのタイパ島じゃなくて、旧市街とかある方に泊まるからそっちまでバスで行こう。そう、ホテルリスボア行きの無料バスに便乗して、乗った方がいいよっておじさんが教えてくれたから。そうするなんか街中まで行くバスとかないっぽいね。ないね、じゃあおとなしくちゃんとさ、こういう豪華なホテルに泊まっておけばいいね。ディズニーランドみたいなね、街全体がさ、テーマパークじゃん。でマカオめっちゃ面白い。エンターテインメントが好きでね。まず訪れたのはマカオ歴史地区。400年にわたりポルトガルの統治下にあったマカオ。西洋風の歴史的建造物が今も多く残っています。マカオはね、ちょっと一箇所に結構観光場所が集まってるから観光しやすい。だけど街全体が世界遺産なんでしょ。そうなんだ。まとめて世界遺産なんですよ。ドンってなんかヨーロッパみたいじゃないね。ここ完全にヨーパロじゃん。いやヨーパロあ、すごいね大きいね。17世紀に建てられたポルトガルの大聖堂、聖ポール天主堂跡。火事によって焼け落ち、石造りのファサードだけが残っています。実はこの聖ポール天主堂跡、日本人にね、ゆかりがあるんですよ。建設にね、日本人も関わってるんですよ。あ、そうなの？なぜかというと、江戸時代にキリスト教徒弾圧されたじゃないですか。それで結構逃げてきたらしいんですよ。向こうに？そう。逃げてきた日本人がこの建設にもね、携わってるということで、ほらこのマリア様が悪魔を踏みつけてる。彫刻のこの悪魔の顔が徳川家康なんじゃないかって。え、本当に？信じるか信じないか、あなた次第。ここすごい穴場フォトスポットじゃん。なんか有名っぽいんだけど。広場めっちゃ人いるけどさ、ここ全然いないじゃん。いないいないいない。聖ポール天主堂跡の隣にそびえるモンテの砦。かつてマカオを守るため火を噴いた砲台は、今はグランドリスボアを狙っています。グランドリスボアさ、めっちゃさ、的広くて当てやすいじゃない？確かに。なんか打ったら100点とか出そうだよね。ブルブルって。マカオってこんな古い街いっぱいあるんだね。なんかいいね。なんかタイムスリップした感じになって。この辺中華っぽいところね。これすごい匂いクッキーだよ。いい匂いだね。一番ありがとう。めっちゃうまくないこれ。杏仁豆腐みたいな味しない？美味しいよね。できたて。1959年できてるって。杏仁の味する。杏仁豆腐の味するよね。で結構固めに焼かれててさ。そう。ガリガリって。美味しい。美味しいよね、食べ応えあって。めっちゃ美味しかった。なんかさ。香港マカオスイーツ強いんじゃね説出てきてない。いやクッキーめちゃめちゃ美味しかったもん。うまい。なんか初めて食べた、こんなクッキー。エッグタルトの有名店マーガレットカフェエナタ。マカオのエッグタルトは香ばしい焼き目が特徴です。うわこれ。なんかエッグタルトめちゃめちゃ美味しいね。ここのエッグタルトね、パン生地にちょっと塩味があって、だからこのよりこのエッグの部分の甘みが引き立ってめちゃめちゃ美味しい。なんかね、この近くにね、美味しそうなポルトガル料理があれじゃん、ラッキードラゴン。シチュー買え、ポルトガルシチュー買え。ね。しかもこれ安いんだよ。ね、セットだよ。セットで1000円ぐらいでしょ。ね。ビーフシチューみたいな。トマトベースのビーフシチューみたいな。でもものすごいね、なんだろう。食べやすいよ。めちゃめちゃ美味しいの。これね、お肉がね、何あのホルモン、コリコリしたお肉とか、私の好きなお肉いっぱい入ってる。カレートリアみたいな。超美味しそう。見た目100点でしょ。下米かね。あ、米だ。あ、肉みたいなの入ってる。過去最高のチーズカレー。嘘。あのね、信じられないからね、味が凝縮されてるのよ。あ、スパイスが効いてるってこと？うまみとか黄色いの。で、引き締められてるから米にも味がついてるよ。なんかちょっと細長くてさ、ちょっとパサッとした感じ。タイ米に近いのかな。で、それが合うね。夜いいね。コロニアル調の建物にさ、クリスマスの感じ合うね。合う。すごい。あ、すごい、ほら。クリスマスイルミネーションだ。綺麗だね。なんか空が紫だよ。ほら。空の色まで変えちまうの。グランドリスボアは。カジノ行くから足取り軽いですね。え、そんなことないです。普通でしょ。普通。めっちゃ足取り軽いじゃん。え、先輩。もしかして。ビギナーですか。ビギナーです。まあ最初は自分の後ろ見せてくださいよ。いやいやいや、あんただってビギナーやろ。テンション上がりすぎやろ。え、せっかくだからグランドリスボアのカジノを覗いてみましょうよ。でもなんか撮影はできないよ。まあ、ちょっぴりかじりましょうよ。でもちょっと僕ギャンブルはちょっとあんまりなんで。でも先輩みたいなのが一番やばいんですけどね。ハマったらやんないほうがいいね。じゃあ帰ろうか。でも明日も楽しみだね。明日はもっと IR でしょ。ギャンブルデビューしましょうよ。いや、明日はしないけど、でもほらエンターテインメントの街でしょ、あっちは。楽しみだね。でベネチアン楽しみだね。え、ロンドンだ。見てほら。あ、本当だ、ロンドンって書いてある。豪華な IR が立ち並ぶ古代地区、マカオのカジノリゾートの中心地です。うわ、見て。うわ、ベネチア、面白い。すごい。エリアマップもらった。古すぎて。部屋にどうやって行くか。わかる？いや。ザ・ベネチアン・マカオリゾートはカジノやショッピングモールを内包した巨大な IR。 おお、街だね、ベネチアの。館内を流れる川をゴンドラが行き交う様は優雅なベネチアの街そのものです。超すごいサイゼリア来たみたいな。サイゼリアや。いやベネチア本店。これがね、スイートルームなんだけど、このホテル全室スイートだから。あ、そう。だから一番安い部屋。このホテル散策してみる。この例えばロンドンとかさ、他のホテルとかもつながってるみたいだし。ロンドン行ってみたい。テーマパークの中にいるみたいだね。うん、めちゃめちゃ広いじゃん。ね、うわー、カフェ屋になったみたいな感じの名前のエクダルト食べたじゃん。あそことここがすごい有名なんで、マカオでツートップ。何個食べてもいいね。いっぱい食えるよね。いっぱい食べる。甘すぎないから。うん。美味しい。エクダルト本当美味しい。あ、すごい。なんか違う文字が面白い。あ、本当だ本当だ。もうここから面白い。しかもガラガラじゃん。みんなカジノに夢中やで。チャンスチャンスチャンス。日本のデジタルコンテンツ制作会社。チームラボが手掛けるデジタルアート空間スーパーネイチャー。アートの世界に体ごと入り込むような不思議な感覚を味わえます。海になった。花咲いた。本当だ。ほら、抹茶からほら色違う。ゴールドエクスペリエンスよ。花が散ってった。チームラボの世界観めっちゃ好きだな。なんか癒されるね。うん、ちょっとトリップ感やばくてまだ戻ってきてません。まだあの世界にいた。どうしてこんなパリジャンにするよ。ここからほら。あ、本当だ。パリジャンも面白いね。面白い面白い。マカオでさ、世界一周でいいんじゃないですか。ロンドンもあるし。ロンドンもあって、ね。ロンドンな。おお。あ、見て、パリジャンの空、ほら、雲が動いてるよ。本当だ。あ、本当だ、本当だ。うわー、すごいですね。フランス料理パリジャンだから、なんかこの時間だったらランチでちょっとお得らしいから、もうこれ以上贅沢はできないね。先輩、勝てばいいですよ。カジノで勝てばいいですよ。勝てばいいんですか。レビューこちょうだいよ。いいよ。あ、ほら、美味しそう。これ。そうね。グレービーソース、グレービーソース。これで。やはり、こんなパリで食べるフランス料理は違いますな。チーズ3つ選べんだって。チーズ。あ、いいよいいよ。ブルチカビの割合多くない？うん。すっごい濃い。濃いんだ。食べてる。すっごい濃いから。うわ。俺ダメだ。ダメ。これデザートいただきます。濃いよね。タルトいただくね。これはこっちの方がいいわ。お、夜になりました。那覇を目覚める。めっちゃ綺麗。綺麗だね。え、噴水の方行く？なんかショーやってそうじゃん。ああ、すごいな、夜のマカオ。おお、こっちがウィンパレスホテルだって。